はい、皆さんお疲れ様です。乳酸菌大好き乳さんです。こちらは以前配信していたと試合のアーカイブとなっております。結構体力が削られてしまって苦しかった試合だったんですけども、明治球に行って、なんとかできた試合だったので、動画に残したいなって思って作りました。最初はやっぱハンターさんくらいとかから作れた方が、やっぱり連勝狙えたりとかするので、ハンターさんを狙って写真を撮ってますが、ヘブンボンバーをブンボバって略してたりとかしたら、なんかそんなの少数派だよみたいなツッコミとかされて、なんかワイワイ言ってました。射手がリーチにはなったんですが、ハンターさんとかは出ていないので、その前衛でと活躍してくれる赤き斧の王とかソウルブレイカーを取って、重なったら使おうかなみたいな感じで取っています。アイテムは結構魔力の結晶とかロッドとかがあるので、その明治系とか魔法ダメージとか出す系とかに行きたいなって思いながらやってました。でここでもうちょっと時間があればレベル上げたらよかったんですけども、なんかもたもたしてしまって、全部駒残されてしまうという始まり方ですね。なのでもうちょっとうまくできればよかったんですが、ここもちょっともったいなかったですね。ただライフルマンが2枚来たので、なんかうおーとか言いながらライフルマン出して、ただハンターさんがまだ出ないのでちょっと弱めですね。で相手のライフルマンは重なっていてハンターが出てるのでボコボコにされてます。ここソウルブレーカーとか打って、その先陣を出すとウォリアーさんが出たので、そういった形を作ってもよかったんですが、ここは上げてもおそらく勝てなかっただろうと思って、なんか自分で自分を慰めてました。打ってもなみたいなでここで初めてハンターさんが出るようになるんですが、この形はラウンド4ラウンド5あたりまでだったら強かったりするんですが、ここまで来るとちょっと警部とか出したかったなとか思いつつでもう相手が終焉引いてるという、で正打ちボクサーは重なっててみたいな感じで、ここでもちょっと打点が多いんですねでここで羊の騎士が来て、羊の騎士はそのタンクとしても優秀ですしスキルも優秀なので、序盤来ると嬉しい駒の一つですね。で周り見てとレベルを上げてない人がいなかったので、アグライア出して体力守りに行ってます。でここで負けて、連敗続けようって思ってたら、なぜかですね勝ってしまうんですね。お相手がレベル6で私レベル5で、でなんかそのレベル6の一枠にマナの源が入ってる時はそのレベル5と同じくらいだなって思った方がいいなとここで反省しましたね。でここで警部にハンターさんという形ですね。出すタイミングとしてはちょっと遅めになるので、やっぱり他のレベル上げてる人と比べると弱いので全然負けてしまいます。でここで利子を取って、負けるならアグライア出しといた方が良かったかなとは思いますが、でアグライアを出して一応ハンターさんで1コマとか2コマくらい殺してくれたらいいなって思いながらやってます。でここもコマのドルイド引かれてしまっていて、私まだ4ゴールドコマ引いてないけどみたいなこと文句言いながらやってたら、クマのドルイドとスピリットベアがどっちも残ってしまって、5点は確実にもらってしまうという最悪な結果になりましたでここで岩のゴーレムになるので、20ゴールド捻出したいなと思って、まだ使わないコマとかもう使わないかなって思ったコマですねは打っています。で、ここのモブラウンドでは、しっかり、ハンターさんと警部が出てたので、勝てて、鎧が落ちて、何取るかちょっと悩んでたんですけども、この後、おそらく、明治系とか、行って、水のスピリットを使った警部ディバインとかかなって思ってたので、鎧が来て、マナも結構ある状態は、
アイテムとしてはいいのかなと思うんですが、その盤面的にはすごく弱いですね。ここは退治の賢者が重なっていて、しかも人狼が増えて終わるという、また打点がすごく来るような結果になってしまって、アグライアだけじゃなくて裏大師も引いてペリストニーとか出したい気持ちですね。でここ12ラウンドなので、竜の騎士引いていたんですけども、その3体目のドラゴン引けるなんか自信がなかったのと、なんかそう出した時にアグライア抜かなきゃいけなくなっちゃったりするので、今回は毒竜1回打って30ゴールドを優先しています。でここも熊のドルイド引いていて、またもうどっちも倒せないっていう状態で、しかもハリネズミでしたっけ、ウリボーンも出てしまっているので、これが続くんですね。もうことごとく召喚系残されて負けてしまうっていう状態になっていて、かなりもう13ラウンドでこれちょっと見づらいんですけど、もう60くらいになってしまっていて、やばいですね体力が。でここもしっかり負けていき、その8ラウンドで私が勝ってしまった方に負けるっていう感じの立ち回りになってしまっている、立ち回りというか試合展開になってしまっているので、かなり厳しくて、でアンデッドが出てないので射手を出しておく必要がなかったっていうのに気づいて、単体で強い海賊王でなんかちょっとでも減らせないかなって思って入れました。でここは普通にボコボコにされてますね。いやハンター6をちょっと一回出したいなとか思ってたので、先ほど利子は取らず、シャニガーアーチャーが重なってくれたので、ここの狼の群れは大丈夫だと思います。ケーブニーが出ていて、ハンターさんが出ていて、海賊王もいるので、でうまい具合に大きな狼にシャイニーガーチャーのスキルが入ったので全然勝ててますね。やっぱり魔力の結晶が多めになるので、もうこの辺でもう明治級に行こうって思ってます。通常であれば明治級ここまで苦しいと、そのレベル7回しをして体重を重ねてちょっとごまかしてレベル8に行ってみたいな立ち回りする方が多いのかもわからんですけども、そのグリムタッチとかウィザードコマとか全然引けてなくて準備ができてない状態だったんですけども、なんかグリムタッチ引けなくてそのまま買い落ちっていうのが嫌だったので、もうレベル8まで上げてから回そうって決めてました。でレベルに振ってここで出してますね。でいい感じに駒が集まってきたので、6ハンターを持ったままグリムタッチとシャイニーガーチャーが重なってたのでグリムタッチを優先して出してますね。ちょっと残りすぎちゃってるのでプリスト売りはなかったかもしれないですが、ちょっと私のベンチ管理の能力だと難しかったのでこのような形になっています。でここでもう明治級が出せるので、入れ替えをしてやってます。で、退治の賢者がもう全然重なってない状態だったので、とりあえず雷のスピリット2体出しちゃいましたね。で、この後は、とりあえず退治を重ねるっていうのを重視してます。雷神取っとけばよかったっていう話はあるんですが、ここからディバイン移行するその体力とか未来が見えてなかったので、ここの地点の私の意向としてはその8位7位6位くらいは取りたくないみたいな、5位4位くらいに入りたいみたいな感じで進めてますね。なのでお金の使い方がちょっと荒めだと思います。でここで1人落ちて20ラウンドですね。20ラウンドは明治級が出ていて、体重も重なっている方が安心感はあるんですけども、グリムタッチが重なっているので多分勝てるかなって思って、特別
マーシサーズやってますね。で、一角獣かマナミナを売れば利子は取れたんですけども、その退治を重ねた時にドルイドが引けなくて、ドルイド探しのためのガチャをするゴールドがないので、先ほどは利子を取らずその重なりを重視したような感じのベンチにしていました。なんで一角獣は体重が重なるまでは絶対売りません。で、ここで一応明治級が出ていればちょっと体力が守れるようになるので、一回利子を取って23ラウンドですかね。で、20ゴールドちょい貯まるので、そこでまたいっぱいお金を使って退治星さんを作りに行きます。ここは召喚系のビーストをやってますね。で、結構減らせたかなと思います。で、ここで星さんになりました。なので一角獣は売って、まあ、もう一匹来てた一角獣は錬金のために取っています。ここが勝てたのは良かったですね。で、この後は重ねたい駒が亀のりの長老になるので、レベル9に行ってできるだけ排出率を高くしたいなっていう感じのと、あとテレポする構成の人がいるので、その9枠目に後ろでテレポの受けをつけれ作れるような人を入れたいなと思い始めてます。まあ、亀のりが引けてたら亀のりを入れたりとか、あとはその硬い駒ですね、あの前衛みたいな感じになってくれる人を探したいなと思ってました。なので終焉とか入れたいなとか思ってましたが、まあ北駒で決めるっていう感じですね。一応亀のりの長老にリフレッシュの玉とかを持たせたいと思ってたので、回復の玉とロットを時間持たせさせてますね。結構ロットの発動が良かったのでアサシンには勝ててますね。で、ここで神使いのリーチとロストガーディアンが来ていて、ロストガーディアンを入れるかどうかちょっと悩んでいて、ロストガーディアンはそのデーモン消えてしまうんですけども、体力が確か1200くらいあるので、あのタンクになってくれるかなって思って、アドバイスもいただいて一応取ってます。ここはちょっと負けちゃってますね。あとセクリットランサーはあのウォリアーに入れられるとちょっと嫌だったので、アンチピックの意味も込めて取ってます。で、ここでレベル9に上げて、そうですね、テレポをしてくる人の受けにしたいって思ってロストガーディアンを入れたんですが、あの酷評ランスか何かも、あ、酷評ランスかなを持っていて飛ばされてしまった結果、ま、負けてしまってるんですけども、ロストガーディアンが後ろから、相手の構成の後ろからあのいろんな駒を殴ってくれたおかげで結構駒は減らした方じゃないかなと思ってます。ここはちょっと待機ターンですね。ここ、あの、インセクトをやってるんですけど、その、イモムシの星さん出てきてしまって、その、いっぱいトークン出されてしまって、すごい打点与えられちゃったの、すごい辛かったですね。で、ここはあの10ゴールド取るかどうかっていう話になったんですけども、まあ、この後ですね、回したいので10ゴールド大切に取っとこうと思ってちゃんと利子を取りました。で、ここでリフレッシュの弾ができて、神のりの長老が2回打ってくれるという状況になっています。で、キャノングラリーが来たのでロストガーディアンとちょっと交換するかどうか悩みました。
ロストガーディアンよりもキャノングラニーの方が HP が低いので、ロストガーディアンの方がまあタンクとして優秀かなって思ったんですけども、あそこでリスノーさんの意見とかの聞きして、まあ、キャノングラニーの方がいいよっていう風に言われました。まあ、使ってみた結果、ロストガーディアンよりもキャノングラニーの方が強いなって私自身も思って、まあ、確かに HP 自体は100変わってしまうんですが、その攻撃された後にスキルを吐いた時に絶対1匹は敵の駒を落としてくれるので、やっぱりその殲滅力を評価してキャノングラニーの方が強いかなって思ってます。でここまで来るともう亀鳥の長老すごく重ねたすぎて、あとその嵐のシャーマンと交換するかとかも考えたんですけども、その嵐のシャーマン刺さりそうなとこがなかったのでキャノングラニーそのまま使ってますね。で残ってる構成がインセクトとアンデッドロクになるので、ちょっとインセクトすごく嫌だなって思いながらインセクトちょっと珍しくて体重インセクトをやってますねいやー、竜の騎士のスピリットランス強いですねこれいやまあまあ、と最初の状況から考えるとここで上位入れたのはすごく大きかったと思います。残ってる構成はあとアンデッド6だけになりましたね。やっぱり体重インセクトはちょっと弱いのかなみたいな風に思いましたでここで欲しいのはタイジュに鎧がなかったので、ここで標局作れたのはすごく嬉しかったです。でグリームタイジュ、グリームシャイニングを決めたいって思ったので、まあ、グリームにテレポート探検を持たせていたんですけども、多分スキル打ったのかなこれなんか打ってないように見えるんですけどこんな感じで、でここでとタイマンになるんですけども、でアイテムの割り振りとかで忙しくてここで準備期間が終わってしまっているんですけども、その間にですねお相手さんの方は明治級しかいないので配置分けられてしまってボコボコにされましたいやなんか結構序盤かなり苦しいところからに残れたのはなんか良かったかなって思ったので、今回この動画を出してみました。いや明治級こういう感じで作れて最終的に勝ち残れたら強いかなって思ってる構成なので、あんまり私は明治級で1位取れたことがないんですけども、なんか他の方とかのリザルトとか見てると明治級でも1位取れてたりするので、なんか私も取れるようになりたいなとか思ってました。私は明治級自体はその連勝から入ることが少なかった、でなんか連敗から入ることもほぼないんですけど、まあディスポジとかあとはもうこれもダメだみたいな感じの試合の時に行ったりしてる構成です。ではまたあと機会あればなんかやってみたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。